で貸してくれたやつ。まあ嘘ですけど。虹ありがとうございます。皆さん、ちょっと誰だろう。ちょっと後で読もう。なんか置くやつ。え、なんで今日虹の日なんですか。こんばんは。ちょっと待って。ね、携帯もう一個持ってたりしない？持ってる。ん？なんか使う？うん、一瞬ちょっとショールーム入れてる。うん。ありがとう。どこ？ショールーム？え、にゃんにゃんマーケットのアプリとかの？アプリじゃない、普通にホームページ置いてるだけ。え、すごい。ホームページとかってアプリにできんの？アプリって普通ホームに置けるで。初めて知った。ありがとうございました。皆さん、公演ゆずらん公演どうでした？こんばんは。虹やばない？虹マジやばいんだけど。めっちゃ虹やん。待って、かわいい、かわいい虹と誰ですか？かわいい虹。コンペってかわいい。ありがとう、嬉しい。あら、もう来た虹。虹マジやばい。虹顔面隠れる。こんばんは、こんばんは。今日はゆずらん公演でした。来てくれた方ありがとうございました。オンデマ見てくれた方もありがとうございました。楽しかった。イエーイ。楽しかったです。ありがとうございました。仕事帰りの生配信見たようで、あ、ありがとう。オンデマ見てました。めっちゃ楽しかった。さとねちゃんが超楽しかった。やった。可愛いじゃない、優しいか。さとねちゃんがゆうちゃん優しいって言って可愛いって言う。誰？なんだ。危ない。何人知らんかとびっくりした。知らん人の開いて顔見て見なかったて。虹ありがとう。お疲れ、ありがとう。テルミンも可愛い、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。虹すごい、虹。あざわし、今日はちょっとね、このハローラン、ハローラン、あみたらしって言うんですけど、あみたらししてました。初めてなちゃん見たらしかった。嬉しい、なんか意外とさ、ファンの人いてめっちゃ嬉しかったんだけど。私、カツ丼食べていいですか？ってか、いいよ。お水どこやったっけ？ハローラン、ハローラン、虹ありがとうございます。お水はどこ？今日はゆずらん公演2回目でした。ありがとうございました。初日はもうラン緊張しすぎてやばかったんですけど、今回は緊張してたんですけど、まあまあだいぶ緊張せず、前回ねちょっと失敗しちゃったとことかも修正できて、まあ、なおかつすごい楽しめて、前回も前回ですごい緊張するの珍しいからすごい良かったんですけど、今日もね、そうね、楽しくできました。楽しかったね。でも私は歌をぶっ飛ばしたけど、フラもこの間めっちゃあったもん。ぶっ飛ばしたけど、ごめん、ね、うん、ごめんごめん。なんかね、全体的に楽しかった。楽しかったな。なんだっけ、影穴、うん、影穴からテンション。そう、でも影穴ね、オンデマ見られんかあれやけど、影穴からテンション上げんのいいね。上がるわ、うん、やろ。そうで、影穴でさ、ゆずかが言った後にさ、はいとか言った時にさ、うん、ちょっとみんな笑ってたやん。あ、それな、面白かった。優しいから。うん、あとさ、バナナの時さ、セリフ入りきんなかった、ね、そう、でもさ、そう、でもうまいことさ、いい感じにしてくれて、意味わかんなかったよね。まあ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 、楽しく踊ろう。でも間に合わないより全然いいよ。確かにね、ありがとうございました。すごい、今日は臨機応変でした、私たち。うん、ということで、私はこれは外しとこう。うん、カツ丼、美味しそう。カツ丼をいただきます。めっちゃ隠されてるやん、カツ丼。カツ丼隠さないでください、うん、はい、面白かった、よかった。カツ丼食べます。はい、楽しかった、よかった。そうで、今日は地味に食べてないですよ。18歳初公演でした。おめでとう。ありがとう。そうで、生誕祭でもないのにめっちゃなんか、まあ2人やからやけど、ランの話確かに、うん、してもろて、ありがとうございました。虹ありがとう。俺もカツ丼食べてるやって、奇遇やな。一緒やん。じゃあ、ランも持ってきてよかった。うん、虹かわいい、ありがとう。え、待って、ホットモットのカツ丼クソ懐かしいんだけど、なんかさ AKB とコラボしてて、多分、うん、
AKB とコラボした時にゆきりんさんの缶バッジがもらえたの、で、あの小学生とかだったんだけど一人で買いに行ってカツ丼何個か買ってさ帰ったんだよ、うん、小学生の頃一人でほっともっと行ってめっちゃ可愛い虹嬉しい、ありがとう。よけんさん秋だね、ありがとうございます。あ、今日お誕生日プレゼントも届いてんの、あのまだねちょっと中身見れてないんですけど、あのありがとうございました。お手紙ももらいましたので嬉しい。家帰ったら開封しようと思います。ありがとう、みんなありがとう。レピーよ、うん、ハローハロー。マジでうまい、美味しそう。ホットモットあれ好きやった。うまあの何が好き、なんか、何だったかな、メニュー覚えてないな。ホットモットでもねあんまり行かないかも、なんかあんまり身近にないから。確かに大騒ぎ天狗、そう、うん、今日ねゆずらんは、うんうん、あの大騒ぎ天狗が初披露でした。そうですね、どうでした、みんなさ321とかアスリートは321、うん、盛り上がるじゃん絶対、だから振りコピしてほしい。そうね、うん、でも意外と意外とあのやってることは簡単だから、うん、早いだけ、うん、かな。ハローラン、ハーゲンダッツも目の前にあるんだ、だいぶ溶けてる。え、入れてきたの、あとで入れる。え無理だろ。いい、あ、飲食店のやつは答えたな、2回送った。うん、うん、やってないまだ。振り付け可愛いでしょあれ、お気に入り。ランは、うん、おでこに手をやるのとが好き。うん、確かに。こうやっておでこにポンってやって。あ、めっちゃわかる。レッスンの時バンってやりすぎてズンさん笑ってた。かわいい、ありがとう。しまうさん、イエイ。髪の毛は今日はくるりんぱを2回してツインテールにしました。うん。おう。ハラハララ、お疲れ様、ありがとう。うん、うんうんうん、まあありがとう、りょうけんさん、いっぱい月と水鏡ね、虹とかもありがとうございます、皆さん。終わった後に読めてないけど楽屋帰ってマネージャーさんにどうしたって言ったら、いや初めすごい緊張してる感がすっごいあってランチ大丈夫って思ったけど途中からめっちゃ巻き返してたからよかったって言ってくれてそう、ちょっと途中からねあのいい感じにできてよかったです。あ、香水の…ここまで香水に書いてたとか、マジ今…え、ね、香水実際届いてた、正直なんかみんなうんうんとか言ってくれたけど、うん、本当に届いてんのかし…でも結構がっつりつけたんだよね、結構降ったで、めっちゃ降ったよね、めっちゃ降った、降った…あの、多分おは…あの…か…お話し会…お話し会じゃ…握手会とか普通に近くだよってなったら結構…お、結構ニュースになってくれ、多分降った、結構きついぐらい、結構きついぐらい降った。ちなみにこれ可愛いよね、なんかぽいなって思っていろいろ種類あったんだけどさ、 ちなみにさこのみゆみゆのこれずかくれたんやけど、香水がこランが今日着てたオープニングっていうか初めの本編の衣装にめっちゃ色合い似ててぴったりで、アンバサダーみたいだったのみゆみゆのアンバサダーいけるよって、さすがにな、いやさすがにいけるとか言ってさすがにいけるさすがにいけるってでここだけ切り取られたらどうする。いやそれはちょっと終わる、ごめんなさい。アンチ1000人ぐらい増えるケイさん、リス、ありがとう、嬉しいです。あざっす、今日使った超可愛くない、にゃい、待って、爪ともめっちゃ似てる、なんかさ、爪のこの、なんかインスタグラムで、あれな、あれな、ね、え、これよくない、めっちゃいい、待って、フラッシュで撮ろう、撮っとくべき、でもなんか背景やばい、背景やばいな、え、でも終わってる、フラッシュ撮れたら意外といけそう。いいね、初見ありがとうございます、嬉しかったやって、嬉しい、ありがとうね。でもなんかさあんまり見覚えない人とかもいっぱいおって、なんかまあ豊かなファンの人かもしれんけど、普通に私もまあ見たことないと思う、まあ、でも嬉しい、数人もいるよね。え、背景汚ー、え、なんか色やばいんやけど、なんかオスそれな、オスみたいなこれはあっちで撮ろうやん、確かに、うん、ゼンタンかわいい、ありがとうございます、はい、見て
いやこれブサイクならんかな、ならんか、あ、待って、ちょっと映ってる顔気持ち悪い、ごめんみんな。みんなカツ丼食べる、まあ、こういうのが王道アイドルなんですよ。さやかちゃんかわいい、ありかわいいじゃなかった、ごめん、ありがとう、水濃い、ありがとう、食べるみんな、わーい、これがマカロンとかだったらかわいいね。カツ丼はガッツあるわ。カツ丼食べて、あのダイエットのカツ入れるんですよ。言ってたよな、さっき。うん、さやかちゃんありがとう、こちらこそありがとう。今日パールつけたじゃん。そう、今日ランちゃんからパール借りて、こないだパールつけるかってなったんやけど、こないだつけてたキラキラなくしてどっか行ったから、うん、パールにしました。でも可愛くない、どう、ほんでまで映ってたかな、映ってたでしょ。いいね、お疲れ、ありがとう、尊いもありがとうございます。取り調べかやって、カツ丼。そうそうそう、アンパンと牛乳持ってない。それあれやん、でかやん。あ、そっちか、やばい。両方取り調べだ。アンパンと牛乳はさ、質素すぎん。アンパンと牛乳とカツ丼。糖質取りすぎ。バランス悪。うん、かわいい、ありがとう。めっちゃ英語となるやん。CM 待ってます、無理です。こんばんは、こんばんは、今日の一番楽しかったところは、え、質問、うん、え、一番楽しかったところ何やろ、うん、どこかな、一番楽しかった、でも今日全部楽しかったけど、なんか全体撮影全部楽しかったけどしかない、あ、うん、な、大丈夫、大丈夫、うん、後でさせばいい。ヘンタめっちゃ可愛い、ありがとうございます、バイ、虹ハートもありがとう。これからバンバンバン始まる、え、これ虹やんの、虹、え、虹色じゃない、あ、虹色か、まあまあ一緒じゃればないけど。あ、TikTok 撮りましたよ、公式で、明日ぐらい上がってくる、面白いの撮ったよね、あ、そう、ちょっと2人でちょっと TikTok、 ちょっと今回は1回公演だったんで、皆さんが劇場から出た後に撮りました。 TikTok 始めたいねんやって、あ、始めたいの初めて見たらバズるかもよ、うん、ボクセンの衣装良かった、あ、ね、リズムみたいな食べ方してる、あれ踊りやすかった、ボクセンの衣装シンプルに、うん、意外と踊りやすかった、うん、やっぱスニーカーっていうのがでかい。いや、私ね、ちょっと言いたいんだけど、1週間ぐらい腹筋頑張ったの、うん、で結構その前回出た時にうってなっちゃってたから、うん、頑張った甲斐があった。今回衣装が変わって、うん、お腹も結構出るやつだったから頑張った、頑張ってよかったって思った。頑張ってるやん、ありがとう、うん、テンション高っ、偉いやん、ありがとうやっぱね、頑張ることって大事だよ、そうやって続けてよ、結果に出てんねんから自信持ってこ、なんちゃんもやっぱネモハムルーマーでさ、うん、ネモして出てよ、うん、頑張るわ、もう頑張って出るわ、うん、楽しい、お疲れ、ありがとう、さとちゃんお疲れ、ありがとう、今日ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます、ポータロさんもハートいっぱいありがとう、ありがとうございます、ウレピーです。なんかめっちゃさ、ライトチカチカしてない、なんかなんだろうね、うん、なんかチカチカしてる、かわいいんけど、今日誕生日です、そうなん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアギーピさん、ハッピーバースデートゥーユー、はい、バレット、ハローラン、ハローラン、最後の挨拶の後のランちゃんルームは良かった、あー確かに、あれとんでも入ってんのかな、あ、入ってるか、キリ入ってるわ、入ってんだ、だってルーマ踊ってから手振って切られたもん、でもえ、すごい、だから今日見てた人は、え、そうだっけ、そう、え、だってあれ VR にやってなかった、あ、そっか、じゃあ映ってないかも、わかんない、見て見て、後で見る欄も自分で、なんちゃんルーマみたい、頑張ります
ダメなものでも。ハローランハローラン、ちょっと映ってたやつよかったですって。なんでよかったら見てください。あ、てかそう、昨日これオンラインマーコメントでも話したんだけど、うん、昨日オンラインお話し会だったじゃん。でオンラインお話し会でさ、こう画面に映ってた方がさ結構来てくれてて、なんか嬉しいってなっちゃったルンルンってなった普通に。明日あの劇場行くみたいな、頑張って最前入りたいとか言ってる人とか、うんうん、で結局ちょっとビンゴ悪かった人とかおって、うん、一緒そうかわいそうと思いながら、でもありがとう、とりあえず優勝しないようにって言って優勝してたそれはもう才能、その人多分次最善入れるわ、うん、確かに逆に運いいかもね、うん、大丈夫、ありがとうございますね。2人がかわいすぎて自分も意識高めなきゃと思ったんで夜はサラダにしましたよって。うらすぎ、えらい、こっちもモチベ上がるわ。確かに、ではオロナミン C 飲んだ、拍手ありがとう。こんばんは、コーイングは炭酸飲まないやっていけねえ。あ、本当に、うん、やばい、コメントに対して言ってたごめん、すれ違いコントうん、たんちゃんの話し会いつか撮りたいだって。あーもうね、再販今ちょうど終わっちゃったね。でもまたやりそう、話し会、てかさ、お話し会来てって叫んだの聞こえました？あ、そう、最後お見送りの最後、今日見送りの最後にね、扉が閉まる寸前に叫びました。そうそうそう、あれ聞こえてんのかね、マイク通したら。マイク通したら聞こえてんじゃない、聞こう、多分聞こうとして聞いてたら聞こえると思う。確かに、でもなんかざわざわしてそう、なんか感想とか言い合って、うん、確かに。え、聞いてみたくない、みんながさ、あの劇場から出てさ、ロビーにおる時のみんなの会話聞いてみたくない。じゃあ盗聴器仕掛ける怖っ、逆に怖っ。今エクレア食べてしまった、いいよいいよ、食べて食べて、甘いの食べて。エクレアなんて時刻ったってね、太んない。うん、あんなもう空気やから。うん、1179兆メートル、ありがとう。ほら、私だってね、半減物がここにあるんですよ。くま、うん、さん、ありがとう。つばさのリーダーねえ、アバター変えたねってか今日のミルクボーイも良かったよって毎回やんないと、ね、プレッシャー。今日もミルクボーイさんのネタを、でもちょっとね、まあ、尺が間に合わんくて、うん、最後ちょっと予定してたセリフじゃなくなったけど、ランちゃんと出れるかな、出たいんだよね。そう、まあ、ワンちゃん強戦収録っていうつもりでやってた、2人ではね。じゃーん、食べる、え、なんかアートみたい、こっち向いて、ちょこっちあ、無理や、ガガガめっちゃ溶けてるやん。ごめん、ノラちゃん輝いてね。いただきまーす。てかメール多分送れないから明日送りますね。私も明日送るね、ごめんね。時間が間に合わなかった。ちょっと TikTok とか撮ってたらこうそうなっちゃった。虹ありがとう。うんうんうん。もうそう、うん、大丈夫。ハローラン、ハローラン。3日連続会って嬉しかったね、ありがとうございました。めっちゃ今のうん、あざとい女だった。うん、見てなかった、最近見ればよかった。じゃあ、あざとい女の食べ方、ね、もう一回やって。美味しそう、いただきます。うん、きつ、うん、ナチュラルにやれてた、ちょっとこうやってやっちゃいそう、肩でボンってえ、一口食べるまでがセット、いきます。で、肩座って、あ、なんだっけ、首座ってないけど、メトロノームありがとう、アルサも可愛い、いっぱいありがとうございます。アイスも、ウマもありがとうございます。なんかおかしいよね、電気、うん、めっちゃライトチカチカしてる、怖い、誰おるんやったらさ邪魔せんで、確かにちょっと一人やったら怖くなるよな、めっちゃ二人やから、まあいいけど、確かに
ロラン、ハロラン。今日のメイクはこんな感じです。ウェレモン。ウェって。急に、うん？急にそんな米津さんの。レモン歌わないよ。よかったでしょ。ウェめっちゃ好き。うん。綺麗だよ。ありがとう。うん。虹と狼には騙されない。なんか見てて辛くなって最近見れないんだよね。見たことない。なんかね、一人人気な京介的な感じ。いや、そう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 。なんかさとちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。でも京介とかもさ、あれ見んの無理じゃない。まあ、見てる時あったけどさ、あ、私もあったけど今無理。なんか辛くなってくる、こっちが、片思いしてる子がなんか辛い思いしてると。確かに。でさ、そのさ、じゃ女の子がじゃ例えば A 君に片思いしてたするやん、うんうん、でその A 君の対応によらん。その A 君がさ、うん、まあ、その子を気遣って、まあ、その A 君が好きな女の子にもちょっとアピールしたりとかやったら、なんか、まあ、まあこれが片思いかとかいう気持ちになれるけどさ、もう A 君がさ、もうきっぱりさ、もうスパッて言っててさ、自分の好きな人とかに言ってたらなんかめっちゃうわー、かわいそうってなる。え、うん、しんどい見てて、マジで疲れちゃう。ハロラン、ハロラン、ハロラン、かわいかった。オレンジありがとう。ワルキー、あ、ワルラン、うん、55分や、あとちょっとで終わります。5分でファイト、ファイト、ありがとう。ハート、ありがとう。うん、目元のキラキラ、どう、お眉え、お眉にしてた時あったよね。てか一瞬、いや、いいと思うよ、万人受けはしないと思う。ドラマ映画見の上に今の笑い方やばすぎ。なんかうちつながってたよね、いろいろ。なんてみんなで騒げたら絶対幸せだよね。うん、マホ元気かな。元気やろ、見てみよう。うん、早く食べ終わろ。おーい、なんで今日に限ってないねん。マホ配信してる、なんやねん。元気なんじゃん、どうすれば。あ、でもあれか、いつもすっぴんメガネじゃん。マジ。もうちょっと気合い入れてくれよ。ごちそうさまでした。じゃあランはちょっとランキング読みます。はい、お願いします。ですね、ちょっと食べてよ。13位ポンタくん、ありがとうございます。12位ガッシーさん、ありがとうございます。11位カモンさん、ありがとうございます。10位カラシさん、ありがとうございます。9位アルニソさん、ありがとうございます、はい、8位秋の味覚さん、ありがとうございます。おっと変わったんで、もう一回呼びます。13位秋の味覚さん、12位ノーさん、11位サイファーさん、10位エイニャンさん、9位ケンソイセブンさん、8位ガッシーさん、7位ポンタくん、6位ティールトルさん、5位トッシーさん、4位島田さん、3位ハムさん、2位サイカちゃん、1位サトちゃんです。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございました。あ、アイちゃん、ありがとう、ありがとう、こちらこそ。ラッキーランちゃんやりまーす、はい、お、声でか。46位のルナちゃんです。今日ありがとうね、46、うん、ありがとう。おはよう、アランさん、初見。そうです、ラもあと半年経てば22時まで、間違えた、24時まで。え、年越し配信したい、来年じゃなくてもいいけど。い、年越し配信、うん、楽しそう。絶対やりたくないけど、その反応。21歳寝てるかもしれない。え、一緒におろうよ。え、一緒に。
通にさ、ママ寝るわとか言い出して、ちょっと待って、あと5分で年越すけど大丈夫そうって言ったのそれ。言ってない。もうめっちゃ寝たら出て。もうなっちゃう10時に。あと1分半ぐらい。あ違うわ。あと30秒ぐらい。あじゃあ私ランキング見ます。あ終わんの？え終わだって終わなくていいの？どっちでもいいけど。じゃあとりあえず終わりますね。2113人ありがとうございました。またもしできたらやるんですけど分かんないということで、じゃあランキング見ます。13位、じゃあランキング入れるから切ります。12位しゅんさん、11位まさとくん、10位くまくまちゃん、9位コンピ、8位つばさおじいさん、7位けんさん、6位テルミン、5位こうたろうさん、4位だいちゃん、3位りょけんさん、2位さいかちゃん、1位ぜんさん、ありがとうございます。今日も楽しかったです。ということで、うん、みんなありがとうございました。はい、公演の感想も待ってます。オンデマも見てください。バイバイ。